ミリ波レーダーで先行車を検出し、適切な車間距離を自動的に維持するクルーズコントロール機能がさらに進化。時速 35km 以下の渋滞追従機能を追加しました。先行車が停止したときは続いて停止します。マルチインフォメーションには停車保持中と表示されます。発進はリジウムスイッチまたはアクセル操作で追従走行に戻ります。